どうも、チョロです。ポケゴの PVP の動画を上げております。今回はですね、カプレヒレ、レジスチル、ギラティナっていうパーティーで、ファンタジーカップ潜っていこうと思います。で、攻めなんですが、相手ギラティナですね。これはまた微妙な対面になるんですけれども、どうしようかな。まあ、一発目多分シールド貼ってくると思うので、まあ、波乗り打っちゃっていいと思うんですけれども、まあ、それでもちょっと微妙なラインなんですよね。ただちょっと早く打っちゃったんで、これ貼ってくれるかな、微妙なラインだな。あ、貼ってくれましたね。技の回数がね、うまく騙すことができましたね。これはラッキーでしたね。で、相手が、技打ってくるんですけれども、シャドーボール打ってくんのかな、まあ、貼っちゃおうかな。あ、受けていきましたね。まあ、受けていっても間に合うって感じか。どうなんだろうな。相手が変えてきましたね。で、出てきたポケモンが、ピクシーっぽいな。ピクシーですね、おそらく。まあ、ピクシーだったらレジスチルで、まあ、押せるんで、まあ、これ入れたら、あ、ペロリウムか。ペロリウムだったらギラティナかな。まあ、甘えるっていうか、じゃれつかれなければ、まあ、いけると思うので、まあ、普通にやっていった相手が技打ってくるんですけれども、まあ、ここで起点作ってしまえばね、相手の初手のギラティナも処理できると思うので、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。というわけでね、まあ、そのまま突っ込んでいって、まあ、起点作り気味やっていって、で、怪しい風でね、もう倒せる剣になってると思うので、まあ、それで倒していって、で、ギラティナを見ていくって感じですかね。相手のギラティナが若干溜め引きしてるとはいえ、まあ、こっちの方がゲージ溜まってるんじゃないかな。多分溜まってると思うので、OK ですね。で、こちらは怪しい風打っていったんですけれども、まあ、これ怪しい風でもいいので入れておけば、まあ、その後ね、結構レジスチルとかでも詰められると思うので、やっていこうかなと思います。で、相手が張ってくれたんで、これであればあれなんじゃないかな、こっちのシャドーボール次先打てるんじゃないかな。これは当然張っていった方がいいかな。張っていって、で、多分こっちのシャドーボールの方が先に打てると思うので、まあ、それでね、怪しい風でいいからもう、怪しい風でいいかもしれないですね。そうですね。怪しい風打っていって、まあ、これで多分突破できると思うので、まあ、いけるんじゃないかなと思います。まあ、突破できなかったとしても、まあ、レジで起点取れると思うので、悪くないんじゃないかなと思います。で、実際突破することができて、で、最後のポケモン出てきたんですけれども、出てきたのはカプレヒレだったので、まあ、これはもういただきですね。こちらは、シャドーボールも間に合ったので、まあ、これを入れていって、で、まあ、レジしててとね、カプレヒレのタイミング作れるので、まあ、勝ちはほぼ確定だと思います。というわけでね、まあ、シャドーボール入れた後、相手技打たなきゃこっち倒せないんじゃないかな。なので、どこかのタイミングで波乗り打ってくると思うんですけれども、あ、ちょっと小打撃しようとしたんですが、あれでしたね。失敗しましたね。まあでも OK でしょう。ここまで削ってしまえば、もう、レジスチルのラスターカードンでね、倒せる圏内になっているので、まあ相手は波乗りね、3発ぐらい、3発、4発打たなきゃダメかな。なので、まあこれはもう勝ち確定だと思います。というわけで、ね、相手がね、まあ波乗り打ってくるんですけれども、まあ、どれぐらい入るかな。まああんま入んないですよね。まあ実際これぐらいしか入んなくて、これだったらまあ確定4発ってとこかな。まあ、その間にこちらはラスターカノンが溜まるんで、まあ、それを打っていって勝ちですかね。これは初手は、まあ、微妙なタイミングだったんですけれども、まあ、しっかりね、勝ち切れてよかったですね。対戦ありがとうございました。このパーティーね、強くてですね、まあ、ファンタジーカップの初日だったんですけれども、25戦潜って20勝できたんですよ。めちゃめちゃ強かったですね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がシャドウ海流ですね。まあ、これ出しがちなので、まあ、そのまま突っ込んでいくんですけれども、相手の引き裂き次第ですね。で、引いてきた先が、なんだっけ、こいつ、アシレーヌか。まあ、アシレーヌだったらレジスチル合わせていって、まあ、これは全然いけますね。注意すべき技があるとしたら、ハイドロポンプぐらいかな。まだハイドロカノン覚えてないですもんね。なので、まあ、どんどん押していきますね。で、まあ、電磁砲打っていって、で、どっから攻撃下がるかな。あ、下がんなかったっすね。まあ、でも OK でしょう。まあ、有利な点は変わりがないので、まあ、そのまま突っ込んでいって、でも、ハイドロカノンまで溜まってるので、まあ、これシールド貼っちゃっていいですね。裏の、なんだ、カイリオもね、レジスチルでまとめてみていけるんで、まあ、無理なく戦えるかなと思います。というわけでね、電磁砲溜まったら、打っていって、で、まあ、それでシールドをね、2枚目剥がすか倒すかしていって、まあ、裏を見ていくんですけれども、どうかな、これ相手貼ってくるのかな。どうするんだろう。まあ、貼ってきそうな気はするんですけれども、タイミング返してくるんじゃないかな。そうですね、貼ってきましたね。で、まあ、貼ってきたんですけれども、これ、こっちの電磁砲が間に合うかな。相手が、しかもちょっと悠長しましたね、これ。これは交代を回そうとしたのかな。まあ、でもこの電磁砲で相手の、アシレノはぶっ飛ぶので、まあ、これ倒していって、で、ギラティナじゃないけど、カイリュウが戻ってくるのかな、まあ、カイリュウが戻ってくると思うので、まあ、そこにはラスターカノンをぶち込めればいいんですけれども、相手が、あ、打たせてくれましたね。まあ、打たせてくれたんで、まあ、これでダメージを取っていって、で、この後はね、なんだ、なんだっけ、あいつ、なんだっけ、カプレヒレ合わせていくって形で OK だと思います。まあ、カプレヒレはね、相手の技、暴風以外は全部受けられるんじゃないかな。
多分暴風は覚えてないと思うので、まあ、ノーガードでいけると思いますね。もう、なんだろう、波乗りでもいける圏内ですし、水鉄砲でも何なら持っていけますね。で、相手が引いてきた引き先が、あいつでしたね。なんだったっけ、こいつ。ガラルギャロップ。ガラルギャロップは、まあ、ムーンホース一発入れればだいぶ行くんじゃないかな。それで持ってった後にギラティナ展開していって、で、カイリュウにゲージを吐かせて、で、あとはカプレヒレル詰めるって形で、まあ、勝ちだと思います。多分これでもうほぼ瀕死になるんじゃないかな。そうですね、瀕死になりますね。で、まあ、ギラティナ投げていって、で、カイリュウがね、しこたまゲージ溜めてるんですけれども、まあ、ゲージ吐かないと殺されてしまう、あの、やられてしまうので、うん、あれですね、相手はここでドラゴンクローをね、2発撃ってくるんですけれども、うん、まあ、もう2発撃たせてしまえば、その後カプレヒレルね、相手のゲージもね、なくなるんで、まあ、詰めていけるんで、勝ちは確定ですかね。うん。というわけで相手がドラゴンクローを撃ってくるんですけれども、うん、まあ、これはしょうがないですね。やられていって、で、カプレヒレ投げていって、勝ちですね。対戦ありがとうございました。全体的に見てファンタジーカップはカプレヒレを倒せるポケモンがあんまりいないですよね。まあ、レジスチルとかが明確に強いかなって感じはあるんですけれども、まあ、それ以外は結構カプレヒレが通ってると思うので、まあ、初手で出していって損はないかなと思います。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がソルガレゴですね。で、引き先が、ガラルマトロガスだったんですけれども、これおそらくこいつオーバーヒート覚えてるんじゃないかな。炎二重耐性みたいな感じで来てると思うので、うん、これシルル貼っていってと思ったらぶん回してきましたね。ぶん回してくんのか。こいつあれから覚えてないのかな、オーバーヒート。うん。ならもう受けちゃっていいかな。こっちのラスタカの抜群で入りますし、うん。まあ、これで結構していけますね。というわけで、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、相手がね、まあ、オーバーヒート覚えてたとしても、もうやられない HP になってるんで、うん。これはもう受けちゃっていいかなと思います。まあ、おそらくぶん回してくるんじゃないかな、シールド剥がしに。うん。まあ、ソルガレオがね、初手でいるので、まあ、相手としては、まあ、レジを引っ張り出してきてなんやかんやするみたいな、そんな感じのパーティーなのかなって気がするんですけれども、うん。まあ、どうですかね。で、相手がここでまたぶん回してくるのかな、おそらくぶん回してくるので、まあ、それを受けていって、で、あれですね、なんだ、ロックオンだけで倒そうと思ったんですけど、まあ、打ちましたね。うん、まあ、でも OK でしょう。これ打った後、ソルガレオの技が間に合う前に、まあ、電磁砲を打ち込めると思うので、まあ、そこでソルガレオからシールを奪っていくか、ダメージを取っていってって形で、まあ、十分戦えるかなと思います。というわけでね、まあ、相手が、まあ、サイコファングか火炎放射とかになってくるのかな。うん。まあ、そうなってくると思うんですけれども、まあ、電磁砲ぶち込めるんで、まあ、これで多分 HP 半分ぐらい持っていけるんで、まあ、その後はまあギラティナでこいつを詰めていきますし、まあ、カプレヒレでも OK なんで、まあ、全然押せるかなと思います。だから、ま、突っ込んでいって、で、相手が技を打ってくるんですけれども、まあ、これはもう受けちゃっていいかな。シールド貼って、もうね、裏のポケモンまだわかんないですし、うん、まあ、2匹ともこのソルガレオに有利なんで、うん、まあ、OK だと思います。というわけで、まあ、ギラティナを投げていって、で、出てきたポケモンがピクシーだったので、まあ、そこには、カプレヒロを合わせていったんですけれども、まあ、これはもう、あれかな、まあ、波乗りで押していっていいかな。こちらは、コメットパンチ、ムーンホース。まあ、ムーンホースは痛いんですけど、コメットパンチは当倍になるのかな。うん、で、まあ、受けてみたところも確定には取られてなさそうなんで、まあ、それであればこちらは波乗りで、まあ、どんどん押していって、まあ、シールの張り所があるとしたら相手のムーンホースかな。まあ、それさえ防いでしまえば勝ち切れるかなって感じがあるので、まあ、押せるんじゃないかなと思います。こちらはもう波乗り一発でも入れてしまえば、まあ、その後ギラティナで起点作るみたいな動きでも OK ですし、まあ、押せるんじゃないですかね。で、まあ、ここで波乗り打っていって、これ相手張ってくるのかなってか、もう張らざるを得ないと思うんだよな。ソルガレオで、まあ、ギラティナ倒すきついと思うので、まあ、ここで張ってきて、で、相手が、まあ、技打ってくると思うんですけれども、もう受けちゃっていいかな。ここまで削ってしまえば、もうギラティナにシールド預けていって、うん、で、まあ、起点作り気味に戦っていけば勝ち切れると思うので、あ、でも張りましたね。うん、これ、まあ、受けても良かった気がするんだけどな。どうなんだろうな。うん、まあ、でも張っておけば、もう一発ゲージ吐かせるってことで、まあ、それで張ったのか。うん。で、相手がここで、まあ、米パンを打ってくると思うんですけれども、まあ、受けていって、で、ここでギラティナ投げとけばね、起点作れますし、まあ、ソルガレオはね、エスパー鋼タイプなんで、まあ、ギラティナの技ね、受けられないんで、まあ、勝ちは確定かなと思います。で、まあ、どうだろう、解放者とアイアンヘッドとサイコファングとかになってくるのかな。あ、サイコファングですね。というか、サイコファングで、まあ、こちらの耐久力を下げながら、まあ、戦ってくるって感じになるのか。まあ、でもこっちはもう、シャドーボールと怪しい風溜めていってしまえば勝ち切れると思うので、まあ、もう、あれですね、勝負ありって感じですかね。うん。というわけで、まあ、ゲージを100まで貯めさせてもらって、まあ、怪しい風で倒せると思うので、まあ、これで倒していったら、スカスカシャドーボールを打っていって、あれですね、ピクシーを倒して勝ちですかね。うん。これ、シャドーボール怪しい風打てますよね。そうですよね。打てますよね。うん、なので、まあ、これ打っていって、うん、まあ、ピクシーの HP だったらね、これ耐えられないんで、うん、まあ、OK ですね。うん。対戦ありがとうございました。うん、出し勝ちが多いとはいえ、まあ、割と、いい感じで勝っていてますね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がシュバルゴですね。まあ、これも出し勝ちになるんじゃないかな。
まあ結構ドリルラインは痛いと思うんですけれども、まあそれでも相手の方が波乗りと水鉄砲で、まあ、ダメージ取られてしまうので、まあ押せるとは思います。まあシールド張らずに戦っていけるかなって感じでは、まあ安心感はありますね。だけどまあ波乗りを打っていって、うん、まあこれでもう黄色の以上いくかな。3分の1ぐらいまで削れるのかな。うん。で、引いてきて引き先が、カプレヒレだったので、レジスチュラー合わせていって、まあ、このタイミング作ってしまえばね、まあ、有利ですよね。まあ、相手が波乗りで押してくるとはいえ、こちら電磁砲で大ダメージ取っていきますし、うん。なんなら攻撃力も落としてですね、裏のシュバル君に技を打てるような形で、まあ、戦うことができると思うので、うん、まあ、OK なんじゃないかなと思います。だけど、まあ、突っ込んでいって、で、まあ、電磁砲打っていくんですけれども、まあ、もうちょっと早く打ってもよかったかな。まあ、攻撃下がる可能性があるんで、早めに打った方が、よかったかもしれないですね。まあ、でも OK でしょう。まあ、ちょっと起点作り気味にね、裏のしばらくも意識しながらやっていって、しかも攻撃下がったんで、これならあれかな、技受けながら戦えるかな。もうあれですね、ロックオンだけで倒していこうかなと思います。まあ、波乗り多分2発飛んできても耐えるんじゃないかな。攻撃下がったんでね、多分耐えると思うので、まあ受けていって、で、もう一発撃たれちゃうと思うんですけれども、まあその分起点作ってね、しばらくに技打っていけばシールド剥がせるので、まあ OK なんじゃないかなと思います。だけどね、相手がここで波乗りを打ってきて、うん、まあこれはもうあれですね、受けてしまって OK ですね。うん、で、シュバルゴに、どっち打ってくるのか、電磁砲しかも打てないから電磁砲でいいかな。うん、電磁砲打っていこうと思います。どうだろう、シュバルゴ戻ってきますよね。うん、で、まあ電磁砲打っていって、まあ相手電磁砲食らえないんで、まあシールド貼ってくるんじゃないですかね。結構ゲージダメージ後ろに下がってるんで、まあおそらくここで貼ってきて、で、シールド剥がすことができて、で、攻撃力下がったんで、まあ OK ですね。で、出てきたポケモンが、あいつか。何だったっけ、こいつ、シャドウアロラさんのパンか。まあ、でも、こちらシールラード取ってますし、もう波乗りで押していっちゃって OK ですね。こちらドリルラインは2発食らわないとやられないので、まあ、ドリルラインを食らいながら、まあ、戦っていくんですけれども、1発目防ぎましたね。まあ、2発目以降でも良かったと思うんですけれども、相手はあれか、冷凍パンチでシールド剥がしに来る感じか。うん、なかなかこそ、なんか、うん、厄介な動きしてるんですけれども、うん、まあでも OK でしょう。波乗り一発でも入れられればそれでもうあとはギラテナ起点作って勝ちはほぼ確定なんで、まあそれで押せると思います。というわけでね、まあドリルライナーなり、まあ冷凍パンチなり打ってくると思うんですけれども、まあ受けちゃっていいかな。シールド残しておかないとね、まあきついと思うので、あれも貼りましたね。まあ貼って確実に波乗り入れる感じか。うん、まあそれでも OK でしょう。うん、でまあ波乗り入れていって、でこれ入れてしまえば相手としては、何ですかね。技打たなきゃ倒せないですし、あるいはしばらくの、起死をしなきゃ勝てないんで、まあ、それでね、やってくると思うんですけれども、まあ、そろそろあれかな、奇襲かけてくるから、まあ、でも OK でしょう。これはもう織り込み済みで、このギラテナじゃない、シュバルゴを起点にさせてもらって、で、ゲージを貯めてね、裏の、あいつ、なんだ、アローラサンドパンに、シャドウボールをぶち込んでいくって形で、まあ、こちらの勝ちですかね。まあ、さすがにギラテナオリジンと、なんだ、まあ、アローラサンドパンだったら、まあ、ギラテナオリジンの方がね、火力あると思うので、あ、諦めましたね。大変ありがとうございました。なかなか順調に勝ててますね。まあ、このパーティーは、まあ、初日でね、かなり勝てたパーティーなんで、うん、個人的には結構気に入ってますね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手が、ギラティナですね。しかも、息吹型なんで、これはこっちが有利なんじゃないかな。うん。まあ、こっちが有利だと思うんですけれども、まあ、影打ちがどれぐらい入るか。まあ、でも大して入んないと思うんだよな。シャドクロ型だったら結構いい勝負したと思うんですけど、いぶき型なんで、まあ押せるんじゃないかなと思います。で、まあこいつ相手に波乗り打ってもあんまり意味がないんで、防がれなかった時にね、あんまり意味がないんでね、まあしっかりダメージを取るかシールドを剥がすかっていうところをね、選択しました。で、まあ相手張ってきましたね。うん。で、まあ押してくるんですけれども、もう一発打っちゃっていいかな。シールドさえ剥がしてしまえばレジスチルで多分ね、なんとかなると思うので、まあそれでなんやかんやしていこうかなと思います。シールド2枚剥がすことをね、まあ、意識してやっていこうかな。うん、まあ、それで多分勝てると思いますね。だけど、ま、そのまま突っ込んでいって、で、ムーンホース打っていくんですけれども、どうだろうな。張ってくるかな。まあ、張ってきたら張ってきたで、まあ、死に出しのレジスチルで、まあ、シールラード2枚って感じで戦えると思うので、まあ、悪くはないと思うんですけれども、あ、張ってきましたね。うん。で、どうなってくると相手としては、もう影打ちと、で、無理やり倒してくるって感じになるのか。そうだな。まあ、3発目は間に合わなさそうなんで、まあ、波乗りでいいので入れていって、あ、でも張りましたね。まあ、張って確実にやるか、もうタイミングを死守していく感じか。もう一発撃たれちゃうと思うんですけどね。どうなんだろうな。うん、もう一発撃たれちゃいますよね。うん、もうタイミングキープって感じですかね。うん、どうだったんだろう。うん、まあ、悪くはないとは思うんですけれども、まあ、相手の裏次第か。うん。で、まあ、タイミングキープしていって、で、ムーンホース撃っていくんですけれども、まあ、これで飛ばせるので、まあ、あとは裏次第なんですが、まあ、ギラティナオリジンとかいたらちょっと嫌だなって思うんですけど、どうだろうな。でもギラティナオリジンないか、ここで、あれですもんね。アナウザー使ってますもんね。
で、出てきたポケモンがレジスチルだったんですけれども、ここはもうあれですよ、お互いレジ同士の殴り合いになるんですが、まあ相手気合玉を覚えてそうですね、これ。うん、まあ気合玉打たれちゃうんですが、まあでも、まあ確定2発なんで、まあどちらにしろ同じかな。うん。で、こっちは、あれですね、電磁砲を打っていって、まあこれでダメージを取るか、ダメージを取りつつ、まあできれば攻撃力を落としたいところなんですけれども、どうかな。うん、あ、シュバルゴに変えてきましたね。うん、シュバルゴか。まあでもシュバルゴはいいんじゃないかな。全然押せると思いますね。うん、相手技打たないと多分こっちに先打たれちゃうはずなんで、うん、まあ技打ってくるんですが、この後はギラティナで起点をもらっていって、うん、で、まあシャドーボールで押していくって形で OK だと思います。というわけでね、まあこれやられちゃうんですけれども、まあ死に出しでギラティナ投げていって、まあガン起点作らせてもらって、シャドーボで、あれですね、レジスチルを追い詰めていくって形で OK ですかね。で、まあドリルライナーはまあそこそこ痛いんですけれども、まあその後の、なんだろうな、まあ技は間に合わないんで、うん。まあシャドークローだけ、足ポブ打っていくのか。足ポで、耐久力下げて、どうなんだそれ、ラスターカモで倒せるのかな相手。うん、ちょっと厳しいと思うんですけれども、まあ、とりあえずシャドーボー打っていって、で、ちょっと起点作ったらこちらカプレヒレ投げちゃっていいかな。相手としてはカプレヒレ、なんならもう一発、あれかな、シャドーボール入れてからカプレヒレですかね。そうですね。もう一発シャドーボールを入れて、で、まあ、カプレヒレ投げておけば、まあ、相手としてはゲージ吐かないと波乗り食らってしまうので、うん、まあ、それで、あれですかね、ゲームオーバーって感じですかね。うん。というわけで、まあ、ここでカップレヒネ投げていって、で、波乗り打っちゃいをしていけば、まあ、相手はね、ゲージ吐かざるを得ないんで、まあ、吐かせてしまって、あと怪しい風でね、押していって、こちらの勝ちですかね。まあ、まあ、ラスターカノン食らっても、あれかな、ギラティナ耐えられる HP 残ってるので、まあ、その間に怪しい風なりなんなり言ってると思います。なんならシャドークローだけでも持っていけると思うので、まあ、勝ちですかね。うん。まあ、一応、あれか、倒しきれましたね。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあ、このパーティーはね、なんだろうな、ファンタジーカップ初日だったんですけれども、25戦潜って20勝の爆勝ちできたパーティーなんで、うん、まあ、良かったですね。まあ、初日ということで、まだ環境も定まってないっていうのもあるとは思うんですけれども、うん、まあ、でも、なんだろうな、まあ、カプレヒレっていうポケモンがこの環境では結構幅広く、まあ、レジスチル以外は、ほぼ互角ぐらいで戦えるポケモンで、で、まあ、ポイントとして、この、なんだろうな、レジスチルにしろ、カプレヒレにしろ、ギラティナにしろ、まあ、相手がね、シールを貼りたくなる技をね、持ってるんですよね。まあ、ムーンフォースなり、まあ、電磁砲なり、まあ、シャドーボールなり、まあ、一発でね、なんだ、相手の HP 半分ぐらい削るような技を3匹とも持ってるんで、なので、まあ、どこかのタイミングでね、相手のシールを奪っていって、で、まあ、ギラティナなり、レジスチルなり、まあ、カプレヒレ初手入れてるんで、まあ、あんまり、まあ、最後に、生き残ってることは少ないんですけれども、まあ、でも、なんだろうな、まあ、そこら辺の3匹で最後とどめを刺していくみたいな動きができるんで、うん、なのでね、まあ、結構ね使い勝手良かったですね。やっぱり脅しが効くっていうのが大きいですね。で、あとはまあブラフをするかしないかって話になってくるんですけれども、ぶっちゃけあんまブラフいらないですね。やってて思ったんですけれども、もうブラフ張ってくる、ブラフやってくる読みの張ってくるみたいな感じになってると思うので、まあ、特になんだろうな、まあ、カップリヒレとドラゴン対面なんかは、うん、相手としては、まあ、なかなかね、あれですよね、ムーンホースに張りたくなりますよね。なので、ムーンホースまで張ってたらもう打っちゃっていいですね。まあ、それでもうシールドか、なんだろう、大ダメージってところを奪ってしまえば、それだけでだいぶアド取れるんで、うん、なので、まあ、そんな感じで、あんまりブラフいらないんじゃないかなと思いますね。うん、これに関しては。うん。で、あと、ま、ポイントになるのが、まあ、ギラティナですよね。こいつの使い方が結構ポイントになっていて、まあ、ゴースト技の通りがいいんですよね。まあ、ゴースト技防げるポケモンって、この環境だと何がいるかな。キリキザンとか、あとはサザンドラ、あとアクジキングか。うん、まあ、そこら辺は防げると思うんですけれども、うん、まあ、でもそこら辺ってアクタイプだけど、ちょっとまあ出しづらいですよね。うん、まあ、3匹ともそんなに耐久力があるポケモンですし、まあ、確かにギラティナ対策としては、まあ、悪くないというか、まあ、いいと思うんですけれども、うん、まあ、でも結局ドラゴン技で押されるっていう部分もあるし、まあ、キリキザンなんか耐久力ないし、まあ、そこ考えると、なかなかあれですよね。難しいですよね。まあ、出すのが。うん。まあ、そう考えると、やっぱり、まあ、環境的にギラティナオリジンがめちゃめちゃ通ってるのかなっていう印象があるので、なので、まあ、ギラティナオリジンで、まあ、なんだろうな、起点を作って、で、まあ、あとはシャドーボールと怪しい風の2つで、まあ、攻めていくって形でやっていけば、まあ、どちらもね、まあ、怪しい風がともかく、まあ、シャドーボールはもう大ダメージ取れる技なんで、うん、なので、まあ、そこでね、なんだろうな、まあ、普通に押していけるんで、うん、なんならフェアリー相手にもね、大ダメージ取れるんで、うん、なので、まあ、そんな感じでやっていけばいいんじゃないですかね。うん、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。